はい、こんにちは、トッシーです。チャンネル登録者1万人を目指し、母の介護をしながらたくさんラーメン店さんを応援していこうと思いますので、よろしくお願いします。今回のお店は東京メトロ南北線東大前駅からは徒歩約1分、二郎系の中でも漬け油が抜群に美味しいと評判のこちらのお店です。用心棒本郷さんです。いやー、たまにですけどね、無性に食べたくなる二郎系、今日よろしくお願いします。こちら用心棒さんはですね、僕は神保町店さんは一度行ったことあるんですけど、今回の東大前の本郷店さんは初めてなんでね、漬け油楽しみです。それでは最後まで楽しんでみてください。どうぞ。トッシーのねんねんねん。はい、食券制です。今日はラーメン普通 300g と生卵に万能ネギと鰹節が入った名物のすき焼きを食べたいと思います。こちら用心棒本郷さんはとっても親切、無料トッピングのポップが用意されているので初心者の方も安心です。野菜、ニンニク、生姜の他に油か漬け油、から玉か唐揚げを選ぶことができます。出来上がりの直前に聞かれますので、お好みで食べきれる量を注文しましょう。今日は野菜増し、ニンニク、生姜、漬け油、から玉でお願いしました。さあ来ました、着丼です。重たい、思わず笑ってしまうぐらいの爆盛りです。いただきます。まずはスープから。ゴリゴリの濃厚ドニューカスープ、豚骨の旨味がグッとくる、重厚でまろやかに広がる、返しも程よくグビグビいけちゃう超美味しいスープ、これはうまい。大量の漬け油がかかった野菜をいただきます。醤油漬けの背油はもはやドレッシング、シャッキシャキの歯ごたえがたまらない、これぞ二郎系の醍醐味。先に野菜を食べないと麺にたどり着きませんので、もりもり食べたいと思います。ご覧ください、超極厚のチャーシュー、厚さ2センチ以上あります。驚くほど柔らかく、ほろほろでしっとり、まさに神降臨、神豚です。ここでようやく天地返し、知らない方はウィキペディアしてください。続いて麺です。ゆるいウェーブの効いた極太わしわし麺、ブリブリわしわしとものすごいコシ、口の中で麺が暴れます。強烈なインパクトのある麺は食べ応えフルマックス、ニンニクと生姜の風味も抜群で、脳天突き抜けるほどの美味しさに震えます。用心棒さんオリジナルトッピングのから玉はピリ辛の玉ねぎ、シャクシャクとした味変もいい感じ。そしてここで名物のすき焼き、生卵に万能ネギ、鰹節が入っていて、すき焼きのように麺や具を絡めていただきます。生卵のまろやかさに和風だしが効いて、めっちゃくちゃ美味しいです。見てください、かなり食べたはずなのにまだこんなにあります。さあ後半戦張り切ってすすりたいと思います。野菜もくたっとしてきてかなりいい感じ、
ジロ系の中盤、この感じがたまらなく好きなんですよね。しかしなかなか減らないこの破壊力にもかかわらず全然飽きないこのうまさ、恐るべし麺量 300g まだまだあります。僕はこのすき焼きがめちゃくちゃ気に入ってしまい、麺量を減らして豚を増やしてもいいなと思いました。次々とお客さんが並んで大人気の用心棒本郷さん、圧巻のボリュームとうまさ、楽しみ方は無限大、特に漬け油とすき焼き最高でした。用心棒本郷さん、ぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。